森ミュージックチャンネル。動画をご視聴いただきありがとうございます。トランペット奏者、シンガーソングライター、 MC などをしております、森井奈緒です。はい、今日はゲストというか、まあ、一緒に動画作るためにあのゆみちゃん呼んでます。イエーイ、鳥居ゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのトランペット三重奏のブンテタレントフィルファルトの活動をご覧いただいている方はご存知だと思うんですけど、我がアレンジャーです、ゆみちゃんとね、こうやって2人で今日はね、このピアノのある部屋をお借りしてるのは訳がございまして、はい、今年の4月にリリースしたトランペットとピアノのためのオリジナル曲集作品1の、はい、アゲンスト・ザ・ウィンドの解説動画を一緒に作ろうということで集まっております。はい、私が作曲して、でゆみちゃんに、まあ、ピアノのアレンジをしてもらったということで、はい、作ってる本人たちが解説動画を生きてる間に出すという、なかなかないぞ。なかなかないよね、多分 YouTube でもないんじゃない、そんな動画。というわけで大変貴重な動画を今作っているわけですよ。今日私たちももう全然慌てしないで、さっきちょっとね、演奏今日解説したい部分で撮ったんですけど、まあ結構ポロポロ間違えるよね。だってまあ本日が初合わせだもん、私たちも。仕方ないんですけど、とりあえずあの今日はまあ技術的なことというよりは、私がこういうイメージでこの曲を書きましたよっていうのを皆さんにお伝えしていければなと思っています。あの今日は4箇所ね、あの皆さんにお届けしたいんですけど、この曲まだ聞いたことないよっていう人は概要欄にあの演奏動画のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。あともうすでにあの演奏他の方もしていただいて、動画載せてる方もね、あのトランペットのちえさんとか、あとうさパパさんとかね、あの動画も載せてくださってる方もいるので、そちらの方もぜひね、ありがとうございます。本当に大変ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。嬉しいよね。あとね、その楽譜買ってくださってる方は本当にたくさんいて、だからまあこの動画作ろうかなって思ってるんですけど、ちょっとね技術的には上級者さん向けだなと思うので、今からトランペット始める人はこんなの難しくて吹けないよって思うかもしれないですけど、将来の目標として練習していただくのはすごいいいんじゃないかなと思います。私ね、この曲をリリースしてから中学生の男の子から、今は吹けないですけど絶対これいつか吹けるようになりますって熱いメールが届きました。パッション、めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ね、めっちゃ嬉しいよね。だからそういうなんかやっぱ練習するモチベーションって曲から生まれることもすごくあると思うので、そういう活用の仕方もしていただければなと思います。はい、で私たちもいっぱいね、情熱とね、愛を込めて作りました。うん、本当でもね、ピアノもめちゃくちゃ評判がよくって、ありがたい。で、私がわざわざトランペットとピアノのためのっていう風に言ってるのって、トランペットがまあ一応ね、メインのソロの曲ではあるんですけれども、ピアノもパートの一つだって思って作ってるの で、ね、なんでピアノ もガチガチ目立つところいっぱいありますので、トランペットとピアノ同等に演奏していただければすごく楽しいんじゃないかなと思います。この曲自体、海の風をイメージして書いたんですよ。っていうのが、私セーリングを普段やってるので、なんであのセーリングしてる時に海の上で感じた風をモチーフにあの曲を書きました。なんでこの曲の中で登場するメロディーっていうのは全部ね、風がモチーフなんですよ。風ってね、やっぱ速さが変わったりとか、ゆっくりになったりとか速くなったりとか、あのノットっていうね単位を使うんですけど、なんで基本的には15ノットってだいたい風速ね 7.5 メートルぐらいなんですけど、結構速いです結構速い風をイメージしてあの作ってて、で途中ちょっとね20ノットになったりとか、速いよでもっと速いの、風が止まっちゃったりとか、はい、するところもあるっていう、なんでそういう風の動きをイメージしながら吹いていただくと演奏に反映されるんじゃないかなと思います。最初なんですけど、最初はあの出航のシーンから始まるんですよ。私は出航のシーンをイメージして書いたんですよね。ダダダダダダンパ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 バーンっていうね、あそこのメロディーを、まあ、あの覚えてらっしゃる方も結構いると思うんですけど、出航って感じしますよね。これはもう完全に出航ですよね。うん、私もね、ちょっとさっき吹いた時うまく吹けてたか分かんないんですけど、あの普天のところのリズムがね、すごくかっこよく吹けると様になるんじゃないかなと思うのでね、気をつけて吹いていただければなと思います。なんかピアノは何を気をつけて弾いてるとかありますか？ここはもう完全にトランペットのバックに徹するだけなので、
もうその次がむしろピアノがね風が吹いてテンポが上がるっていうところの本番なので、そことの落差を意識していただければそこは問題ないのかなとは思います。まあ、ゆみちゃんにいつもピアノ弾いてもらうと本当にトランペットの息吸うタイミングとか何も言わなくても合わせてくれるんですけど、3、4、バババババっていうところとかを彼女はね言わなくても無意識にやってくれるんですけど、自分のテンポで言っちゃうピアニストとかも結構いるので、ここも本当にトランペットに合わせてあげてほしいです。最初こけると本当にその後に支障が出るので。長い曲だしね。そうそうそう、やっぱりメンタルやられるんですよ最初こけると。ああそっか。そう、その後もね立て直せたらいいんですけど、ガタガタになるっていうことがね結構あるので、うん、なんでやっぱ最初ピアニストはやっぱりすごくトランペットも緊張してると思うので、一発目音を出すっていうのでね、なんでそこをサポートしてあげるような弾き方をしてもらえるとすごいいいんじゃないかなと思います。じゃあ次のテンポが速くなるところですね。ここがさっき言ってた15ノット風速 7.5 メートルぐらいの風をモチーフに作ってて、このメロディーが一番この曲の中でたくさん登場するんですよね。風と共にセーリングしてるシーンをイメージしながら吹いていただくといいんじゃないかなと思います。このメロディーがあるんですけど、これってね私は方向転換をイメージして書いたんですよ。でこのメロディーが入るとシーンが変わるんですよね。そこでピアノの伴奏もガッて変わるし、ね、そうなんです。なんでここのピアノの伴奏本当褒め合いですけどすごい褒め合いですけど、作った本人同士ですごいかっこいいなと思ってて、でちなみに私このタラッタランタランタラララララララとか、あと最後の方に出てくる風と、まあ、トランペットのね戦ってるシーンがあるんですけど、そのモチーフのメロディーはなおちゃん作ってます。そうそうそう、でそれが一番最初に思い浮かんだんですよ、トランペットのメロディーよりも、うんうん、なんであのあそこからいろいろ膨らんでいっているので、風をすごいイメージしてるメロディーなんで、それを聞いてなんかそれを受け取って演奏するっていう。だからピアノもすごいタイム感大事だと思うんですよね。ここで結構テンポ感作ってると思うので、なのでこけられるとトランペットもぬるっと入る感じになっちゃうので、タラッタランパランタラララララタラッタッタラッタッタッタって軽快に入りたいの でここで失速してしまうとね、あとずっとなんか吹くのもしんどいし、疾走感が生まれなくなるので、ここはねすごいその疾走感というか風を感じながらね後悔してる勇者をイメージして勇者、私が勇者かどうかわからないですけど演奏していただければなと思います。ここはもうあえて歯切れよくガンガンいきましょう。やっちゃいけないことは4拍目を爆走しないこと、うん、1,2,3,4 ってステンっていっちゃいがちなんですよこれ結構、うん、私も気をつけないといけないってなっちゃうから、そうってなるとタラッタラッタラッタラララララララみたいな感じの中で加速しちゃうと、うん、ちょっとトランペットが吹きにくくなる。そうそうそう、ちょっとこけちゃうので、なんでピアノの、ね、役割結構大きいんですよ。生でやる場合はもうピアニストもねしっかり練習してやっていただければなと思います。じゃあ次のゆっくりのところですね、はい、カップメイトのところ、thank you.
のしっとりと吹いていただきたいんですけど、まあ、どういうイメージかっていうと、私はあの夜の海をイメージして、静かな夜の海っていうショート動画上げてるんで、ここはねどういうイメージで描いたか分かってる方もいると思うんですけど、まあ、ほんとね夜って星を見ながら、星の位置であの方向を確認しながら後悔するんですよ。で、私自身はそれはあの経験したことがなくって、なんかいつかやりたいなとは思ってるんですけど、なんかそのイメージですね。だから風も弱くて、空はキラキラしてて、天気がねあの良くて、星がいっぱい出てて、でプカプカ海の上に船がね浮かんでいて、すごく平和なんだけどちょっと不安もあってみたいな。おそらくなんだけど、明かりがないんだろうな、うん、星ぐらいしか。そうそう、それが不安だ。そうそうそう、それが不安で、でも星の光を頼りに進んでいってるっていう感じですね。なんでそのなんか気持ちとかを思い浮かべながら吹いてほしいなと思います。で、私さっきの演奏の中ではだいたい楽譜通りにねあの吹いたとは思うんですけど、一つの提案としてもう少しメロディーね揺らしながら吹くっていうのもいいと思います。テンポ通りだったらタララ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 ラぐらいであの吹いてもいいんですけど、ちょっとタラララララなら ら, らとかね、あの少しずらしてもありだとは思いますね。変になるぐらいだったら楽譜通りに吹いた方がいいんですけど、余裕がある人はそういうちょっと遊び心のある演奏をしてみても選択肢の一つとしてはありかなとは思いますね。なんでもそこは皆さんにお任せしたいなと思います。あのまあ全体的に別にどういう風に吹くかっていうのはその演奏者の方に託したいなと思ってる方なので、なんでこうじゃないといけないっていうのは思ってないのでね。もちろんね、あの音間違えないで吹くのは大事なんですけど、音並べるだけだと音楽的に音吹くだけで成立する曲ではないと思うので、ここはこういうシーンだな、ここはこういうシーンだなっていうのをちゃんと理解して演奏していただくとだいぶ変わると思うので、練習の時にそこもね詰めていっていただければなと思います。このシーンのピアノは割と凪の海っていう感じではあるんですけれども、スライがついてるメロディーの箇所なんかはチェロをイメージしていただくと分かりやすいかな。ユミちゃんにお願いするときに、なんかオーケストラとか吹奏楽とかちょっと大編成とかでも音が鳴ってくるのがイメージできるような感じのピアノがいいっていうね、とてもねあの難しいこと言ってるんですけどクラシックのトランペットのピアノってオーケストラから書き起こしてることも多いので、厚めのサウンドっていうかっていう伴奏が多いんですよ。なのでやっぱそれをちょっとイメージしてというか、そういうのが好きなんで、あのそれをイメージして書いてくれると嬉しいなーって言ってあの和音の構成とかね、全体的なメロディーとかは考えてるんですけど、やっぱそれにちょっと肉付けを、ちょっとじゃないですよね、だいぶ肉付けしていただきまして、あのすごいいい作品になったんじゃないかなと思います。じゃ あ, あの最後ですね、ここが一番最初に書いたところです、この曲の、はい、しかもピアノのところ。最初にこの曲を書いた時にパッて思いついたところで、であのここ の, あの楽譜に Against the Wind って書いてあるんですよ、この曲のタイトルですけど。だからその風に向かってってことなんですよね。で風に向かってあの主人公と、まあ、風とですねが戦ってるってさっきもちょっと言いましたけどっていうシーンなんですよ。風はまあこんな感じでわーって吹いてるじゃないですか。でさっき言ってた20ノットの風ってここのことなんですよ。だいたい風速10メートルぐらいですね。飛んでちゃうね。ほんとね、風速10メートルって海の上出てもらったらわかるんですけど、めちゃめちゃ風でもう、転覆するんじゃないっていう感じぐらいの、わーっていう風なんですよ。すごい楽しいですけどね。なんで、その風と、あの、乗組員が戦ってるイメージなんですよね。だから、例えばこの、すごい迫力ある伴奏に、ベベ、ベベベベベベって吹くと、吹く人さすがにいないと思うけど、ね。さすがにいないけど、でも、あの、ちょっと、
っともたっちゃう人いるかもしれないです。でここって吹きにくいからタンタタタタタンタンタタ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 ンって重い感じになっちゃう人もいると思うんですけど、パーンパパパパパンパンパパンタタタタタタンって吹いてほしいんですよね。なるほど。ここが一番疾走感を出してほしいとこなので、なんでめっちゃ走っちゃったらダメですけど、あんまり遅くならない方がいいと私としては思ってます。戦って負けないようにしてほしいっていうことですね。負けるとね、あの船が転覆しちゃうので、なので船が転覆しないように負けないように吹いてください。もちろんもっとね、いろいろね、いろいろなあの場面があって、いろんな風のモチーフのメロディーが出てくるんですけど、あのダブルタンギングいっぱい出てくるところとかね、そうだね、タカ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 タンとかね、あそこもまあ、あの技術的には練習してほしいんですけど、全体的にはこういう、まあ、イメージで書いた曲です。ざっくりと解説いたしましたけれども、鳥由美さんいかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、今のところはピアノも最難関です。頑張ろう頑張ろう、気合だ以上そんなんでいいのか。私たちもさ、これ本番でやるってなったらちょっと半年ぐらい欲しいなってなりますよね。で特に私はいや、やばいやばいって思うんですけども、皆さん本当に楽譜もあの販売してまして、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、あのちょっと練習してみたいなっていう方はお買い求めいただいたらいいんじゃないかなと思います。音大生とかで練習してくださってる方結構いるみたいで、ありがたい。うん、だやっぱりね、だから、まあ、それぐらいのね感じの方が練習してやるっていうぐらいのレベルなのかなと思うんですけど、でも中高生とかでもね、できる人はできると思いますし、あと大人の方でもね、あの今から練習する目標にしていただければ、すごくあのモチベーション維持にいいんじゃないかなと思います。トランペットとピアノがバッチリあったら超気持ちいい曲です。いや超かっこいいと思う。私自分じゃなくて誰かが演奏してるやつ聞きたいです本当に。まあそもそも誰かに演奏してほしいなと思って書いた曲なので、はい、ぜひ皆さんにね演奏していただければなと思います。さていかがでしたでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram のフォローもお忘れなく、あとあの鳥由美ちゃんの情報も概要欄に載せておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。森井奈緒と鳥由美でした。じゃあ皆さんバイバーイ。なお森井 Music Channel。 Hi everyone, it's Nao Mori. On this channel, I post videos of me playing the trumpet and talking about my original songs. From time to time, I collaborate with other musicians.I want to communicate the beauty of music through my creations and music activities. No trumpet, no life!